じゃあこんにちは、さゆたかさん、秋季キャンプ始まりました。おということで、はい、今日は、はい、中日と広島のこの秋季キャンプでの課題、はい、どんなことをしていかないといけないかというのを、ゆたかさんに徹底分析してもらいます。はいはい、まずは中日です。はい、中日なんですけれど もう早速指揮官が例えばブライト健太選手だったり鵜飼選手直接バッティングの指導もされたりと、はい、熱入ってます。はい、ブライト健太選手に関しては悪い癖があると、それを直してもらいたいというふうに指揮官も手取り足取り、まあ直すとか直さないというよりも、はい、まず、うん、俺がやってほしいのは、はい、歴史に学ぶっていうことだよ中日は。で、歴史に学ぶっていうことは優勝した時のメンバーはどういうメンバーが配置されてたかということだよ。代表的なのはアライバコンビ、はい、ね、この人たちは守備範囲も広く守備もうまかった。で、足が速かったよね、はい、足が使えたんだよ。で、外野手っていうのは守備範囲が広い、肩が強い、そういう選手を配置してたんだよ、はい、これはもう水をも漏らさないような守備力があったわけだよ、うん、まずはそういうところを学んでほしいなと思うな。あ、まずはそこっていうところ、だからブライト・ケントが打とうが打たまいが、はい、どうでもいいんだよ俺にとっては、うん、もうとにかくやっぱこう守備というか、そこら辺をあの強力な投手陣がありながら、はい、ね、まあ、得点力も低いよ、うん、だけどまずは守備ということを考えた時に、まあ、ああいう選手を取ってくるとか鍛えるとか、はい、鍛え方の量が違ったからな。そうでしたね。あ、だから、うん、そういう意味では練習量っていうのは必要だなというふうには考えるけどね。確かに。あとはやっぱキャッチャーという種重がいて、はい、まあ、それが今木下がかかって、そことの違いっていうのは何なのかとかね、いろいろこう歴史に学ぶとすごくヒントが隠されてると俺は思うんだよ。これね、経験ではねダメなんだよ、やっぱり歴史に学ばないと。そうなんですね。そう、何でもそうなんだよ、やっぱね、経験で物を喋るやつっていうのはねバカだって言われてる、うん、ね、ただね、歴史から学んでるやつっていうのはやっぱ賢いって言われてる、はい、やっぱね、いろんな例が隠されてるから、だからそれを紐解いていくと俺は中日は強くなる。ああ、じゃあその今どうしてもバッティングのところが注目されるんですけど、打てないからね、はい、打てないから、うん、打てないからそういう風になってくるのは分かる、はい、分かるけども、打てるっていうのはね、あれだけの球場が広くて少々打ったんじゃホームランにならないし、はい、じゃあ中日が優勝した時にどういうメンバーがいたかというと、あのバンテリンドームで優勝した時やっぱり足が使えてる、うん、みんなそうですね、みんな速いんだよ、はい、で盗塁もできるし、荒、うん、木なんか速いしね、はい、井端も走ろうと思ったら走れるし、うん、他の選手もいっぱい走れる選手がいたよ、はい、ダイヤモンドを駆け抜けるスピードが違って、うん、で今スピードがある選手は誰なんだっていうと、うん、なかなかいないんだよ、岡林とか大島ぐらいしか。そうです、ね、で大島も年を取ってきてるでしょ、はい、実質岡林ぐらいしかレギュラーでは足の使える選手っていうのはいないんだよ、はい、ここら辺をどう考えて組み立てをしていくか、うん、そこだと思う。そうですね、うん、ただ今年のドラフトで足の使えるような選手を3人ばっかり取ってるよね、はい、だからこれはね正解だと思う、うん、俺はね。ただ1年目ということを考えると来年のそれはそんなに使えるかっていうとさ、これは未知数じゃない、だから計算に入れられない、はい、だからファームでもいいからそういうこう足を使える選手っていうのがどのぐらいいるのかっていうことだよね、うん、だからホームランバッターを鍛えるというよりもそういった選手を鍛えた方が早道だと思う。ああ、そうですね。だから監督の賞味期限っていうのはすぐ切れるんだよ、はい、結果によってね。だからそういう意味ではそういう選手を早く育てて使った方が勝利は近道かなという、うん、将来的な骨組みとすれば多少弱いかもわかんないけども、ブライト・ケンタ、はい、少し時間がかかってもしょうがないからホームランバッターとして育てようとしてるんだったらね、うん、これがやっぱ彼が足があっていやもうアベレージヒッターでいいっていうんだったら、うん、俺簡単に育ってくると思うけど、うん、やっぱ思惑とすればホームランバッターでしょ、はい、であそこでホームランバッターを育てるっていうのは相当な時間かかると思うんだよ。そうですね、やっぱこう体幹も鍛えないかん、力もつけないかんっていう風になったらね、打ち方も教えなきゃいけない、まあ、そうなってくるとやっぱちょっと時間がかかりそうなので、立浪監督が勝負を仕掛けていくっていうんだったらやっぱこう足の使えるような選手とか、はい、守備の上手い選手、うん、これをどんどん鍛えていかなきゃいけないよね。というようになってくるとやっぱりその二遊間だったりで、うん、足の速い足も使える選手とか、そうだね、うん、出てきてほしいですよね、とか育ってほしいですよね。だからもう3点取ったら勝てるぐらいのチームにしないとさ、はい、
あとは守備絶対ミスしないよみたいな、うん、だからもう細かい作業、送りバントは絶対成功するとかさ、はい、だからそういう風なチームを目指していきながらホームランバッターが育つと出来上がってくるけど、はい、最初からホームランバッターに目をつけてホームランバッターを育てようとするとなかなか難しいよね、時間かかるから、はい、じゃあ結局何やったんだって、あいつが育たないからじゃなくて、うん、やっぱ使える駒っていうのは多分その中でもあると思う、だからそこに目をつけるというかね、その方が俺は早水だと思ってるけどね。そうですよね、うん、あそこでやっぱ一発とかホームランってやっぱりどうしても外国人選手で、あとは ですもんね。そう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 、うん、まあ得点が取れない、でも阪神の方が低いからね、チーム打率とかそういうことを考えると、うん、はい、打ってるのは打ってるんだよ、だからそれをいかに点に結びつけていくかっていうのは何かって言ったらやっぱ総力なんだよね、総力で勝てるから、はい、例えばアマチュア野球でもそうだけども、まあ、少年野球なんか特にそうだよ、うん、この前小学校4年生ぐらいの野球を見に行ったんだけど、お、はい、全部盗塁なんだよ。そうなんですか。出たら盗塁させないから、あでもそうやって走ってくるんだったら、はい、ちょっとしたクイックを教えて、うん、キャッチャーでも取ってすぐ投げる、うん、もう届かないけど、はい、ワンバウンドで投げるとか、うん、それだけ教えたらスタートは悪い、うん、でもピッチャーは大きい、キャッチャーも大きい、うん、そうなってくるともう全部通りただになってくるから、うん、もう二刀さんと当たり前なんだよ、なんだこの野球とか思いながら何を教えてんだろうとか思いながら見てたんだけど、はい、まあだけどその総力で勝てるっていうことだよ、うんうん、だから一本のヒットで1点取るぐらいの野球をこうやっぱこう構築していくといいな、だからキャンプでそういうことをやってほしいなと思う、ね、そうですね、特にだから走塁、守備走塁コーチだったりとかが徹底的に、あもう徹底的にしなきゃいけないし、まず歴史を紐解いてほしいよ、うん、でどうだったかっていう、はい、そういう選手がいないんじゃなくてそういう選手を育てる、はい、取ってくる、うん、トライアウトでも今度あるかもわかんないけど、そういうのがいたら取ってくる、とりあえず足があるやつは根こそぎ取ってくる、うんうん、野村さんがそうだった、楽天引き受けた時に、はい、だからうちはねちょっと走れる選手がいないんだよ、うん、あそうなんですかって、うん、だからドラフトで取らないかんと思ってんだよって、で楽天ってさ離れ小島でやってるからもうすぐ帰ったの俺おしゃれさマネージャーから電話があって言って宇高さん今どこにいらっしゃいますかって言うから、はい、なんでもうホテル帰ってきてはやーとか言いながらいや野村監督が探してて宇高が来てはずだからちょっと総理を教えてもらえっつって、はい、探してたのもう帰ったんですかいやだからそのぐらいやっぱ総理っていうのは大切なんだよ。そうなんですね、うん、で肘沢だとか ああいう選手をドラフトして取ってきて、はい、チームにして星野さんが優勝させたんだよ、はい、だからやっぱね歴史をこう見るといい、本当に自分の感性とかそういうんじゃなくてちょっと勉強した方がいいと思うな。そうですね、うん、そもそものコンセプトというか、うん、そういったものをちょっと観点を変えてみるっていう、そうだね、歴史からっていう、うん、あとはあれなんですけどバッティングに戻っちゃうんですけど、和田さんがバッティングコーチとして戻ってきました、はあはあ、このあたり豊さんどう見てますか。バッティングコーチっていうのはさ、はい、まあ、いろんな形があってそれがマッチするかマッチしないかなんだよ、難しいのは。だからそのベンちゃんっていうのはボールを引きつけて前で打つバッターじゃないんだよね、引きつけて上から叩いてボールを潰しながら打っていくタイプのバッターだから、はい、今はどっちかっていうとアッパーだよ、はい、まあ、言えば極端な話、うん、でもベンちゃんのどっちかの部類で分けるとアッパーじゃなくてダウンだから、あまあ、どっちかの部類で、まあ、レベルって言ったらいいかな、うんうん、まあ、そのぐらいのバッターだから教え方とすればね、うん、でもあこいつアッパーの方がいいなって思えば、まあ、多分アレンジはするだろうし、でもこれは上から叩いた方がいいなと思えばそういう教え方もするだろうし、まあ、自分のベンチャーの打ち方はそうだったんだよ、はい、ただコーチとしたらそれだけじゃダメだよね、うん、やっぱいろんなタイプの人間がいるし、いろんな形を持った選手たちがいるから、はい、やっぱそこでアレンジが必要だと思うんだけども、はい、だからどういう教え方をするかっていうのはこれからじゃない、その選手のやっぱ特性を見てこう変えていかなきゃいけないっていうことだと思うですよね、うん、例えば今までアッパーで打ててていい調子の選手をいきなりそのこう叩きつけるようなのに変えて、いやそれはしないと思うんだけどな、そこはいやだからベンチャーなんかアッパーで打ったことはないと思うんだよ、はい、だから感性的にわからないと思うんだよ、だから自分でフリーバッティングやってみるといい、なるほど、うん、いや本当に本当に、うん、これは悪いことじゃなくて、はい、俺も上から叩いたこともあればレベルで振ったこともあるし、ちょっと煽って打ったこともあるしさ、はい、いろんなことをこうより打てないかなと思ってやってきた人間だから、
ただベンちゃんは一つのその形、道をこう求めていったこう武士みたいなタイプのバッターだから、うんはい、だからまあアレンジをどうしていくのか、うん、これがまあ楽しみだけどね。俺の見方とすればベンちゃんを見るとするとね、うん、そうですね、うん、その秋季キャンプの見どころってそういうふうなところも見ると面白いですよね。あ、面白い面白い、うん、どういうコーチングをするのかっていうね、はい、うん、さあ続いて広島です。はい、広島はこの秋季キャンプでどんなことを豊さん課題でやっていくか。これ最大のテーマは坂倉をキャッチャーにするかしないかな、これ、まあ、するって言ってるけどね、はい、うん、ということは、うん、これも完全にキャッチャーとしての練習、秋季キャンプってことにするかもわからないよね。これがまた中途半端になるとさ、春先になって、まあ、相澤がいるし、はい、サードの穴を誰が埋めるみたいな、はい、そうなってくると坂倉行けって言ったらもう台無しになるんだよ、うん、そうですね、だからここら辺はやっぱ新監督だし、やっぱ慎重にやらないと、こう言葉だけで坂倉キャッチャーあれだけ打てるキャッチャーがいたらいいよね。でもあの成績で言えば今年ベストナインからゴールデングラブまで全部取ったかもわからない、うん、そうですね、坂倉が、まあ、ゴールデングラブは中村かな、うん、だけどベストナインは坂倉が取ったかも分からない、だからそのぐらいの逸材なんで打てるキャッチャーとして、だからそこをやっぱどう見て育てるか、でその坂倉が大体サードを守ってたポジションを誰にするのかと、でファーストもマクブルーブがやったりとかもしてたけども、はい、ここをどうするのか、守備固めどうするのかとか、うん、で二遊間、まあ、菊池がなんか出たり出なかったりしたけどどうなんだみたいな、はい、まあ、小園は決まってるよね、はい、でセンター誰にするの、西川の守備でいいのかとか、うん、野間なのか、もうそういう確立をしていかないとさと思う。まあ守備位置確立、まあその、まあ、いろんなところで使われたから、うん、選手も落ち着いて野球ができてないような状態だったと思うんだよね、はい、やっぱね同じ外野じゃないかって言っても打球の飛び方、飛んでき方、切れ方全部違うからさ、はい、やっぱ専門職の方がミスは少ないんだよ、うん、だからいかにミスをなくすために専門職を作っていくか、まあ、要するにここのポジションは誰というレギュラーを作っていく、うん、だからそこに坂倉をキャッチャーやらすんだったら、じゃあ相澤はどうするんだみたいな、うん、ね、坂倉を120試合かぶさせてあとの20試合は相澤でいいのか、うん、だから相澤が不平分子として働かないかとか、そういうことまでやっぱちょっと考えとかないとさ、チームっていうのはやっぱこう不平分子が増えれば増えるほど成績に影響してくるから、はい、だからそれを作らないためにはどうしたらいいのかとかやっぱ考えとかなきゃいけないよね。そうですよね。だからね、一つのポジションを動かすってのは大変なことなんだよ。確かにそうですね。だからそこにはレギュラーと言われる存在がいるからさ、はい、ね、そしたら相澤をサードに持っていくのかって言ったら持っていけないでしょ、もう年齢的には、はい、じゃあサードを誰にするのか、うん、まあ、二遊間は大体決まってるよ。はい、で外野のポジション、西川がレフトなのかセンターなのか、うん、いや野間でしょみたいななのか、はい、まあ、そういうことだよね。そうですね、うん、そこをまずこの出揮アップで定着させるっていう、あとはあのなんていうの、4番候補で取った右の末かな、はい、をどうするのか、はい、とか、はい、うん、やっぱホームラン打てるしね、うん、であの子が育ったらやっぱ魅力的なバッターだしさ、はい、だからそれをどういうふうに育てるのかとか、うん、で、まあ、野手はそうでしょ、はい、でやっぱ一番の広島の問題点というのは中継ぎなんだよね今。そうですね、うん、だから中継ぎの確率っていう、まあ、勝利の方程式って、まあ、よく言われるけども、うん、やっぱり広島は特に方程式を作った方がいいだろうね、うん、それはなんでかというと先発ピッチャーがゲームを作れるから、はい、うん、だからそこに預けたらもう完璧だみたいな、うん、ただ栗林の疲れは取らなきゃダメだよ。そうですね、この2年間フルだったから。そうですね、うん、これはねやっぱしんどいと思うよ。中継ぎ陣が勢いを消して栗林にバトンタッチしてくれるんだったらいいけど、大体、はい、なんかだんだん尻上がりに勢いづいて栗林だからさ、はい、相当きつかったと思うよ、うん、ここら辺でセットアッパーがピシッと相手の勢いを止めて栗林どうぞって、うん、いう風になってくれるんだったら栗林も投げやすかったと思うんだけど、はい、これね目に見えないけども、うん、結構ね勢いって感じるんだよね抑えのピッチャー、うん、だって野手で守っててああこれ勢いついてきたなっていうのが分かるぐらいだから、やっぱマウンドだったら余計だったと思うよ。そうですよね、うん、だから中継ぎでしっかり投げれるピッチャーを何人育てられるか秋で、うん、でどういうふうな見極めをするか、はい、だからまあそこでいいと思うね。うん、でそのピッチャー陣には秋季キャンプ、その中継ぎの、うん、まあ、確率というかそういうところに焦点当てて。そうだな。で広島野球って何だと思う？広島野球、うん、
やっぱりね、足なんだよ、はい、うん、で走れる選手もたくさんいるんだよ。それが今止まってんだよね。それなんで、やっぱりこの采配の部分だったと思うんだけども、うん、あんまりそういう策はあんまり取ってなかったと思うんだよ、ね、はい、やっぱね走れる選手は多いよ、うん、走らないだけで、はい、うん、だからそういったものをもう一回目覚めさすというかさ、うん、そうしないと点取るのもしんどいよね、うんうん、だからまあそこら辺広島の伝統をこう消してほしくないよね。ああ、かき回して足でっていう、もうか昔の話してたら笑うかもわかんないけど、はい、太陽と広島、はい、走り回ってたから。走り屋だったんですか、ま、走り回ってたこの2チーム2チーム大変だったんだから、もう毎晩毎晩ね、毎晩じゃない、あ、ナイターだ、ナイター毎晩っていうか飲み屋だろ、はしごしてんねん、そんなことはない。毎晩と、まあ、日中だったり、吉郷さんが走る、どうのこうので、山崎隆二、相田が走る。じゃあこの2チームの対戦の時は、ああ、もうキャッチャーが大変だよ、もうイラ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 して、達川さんの子もイラ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 して、してました。